皆さんこんにちは、ワナリギルビジです。では今回はギレンの野望ジオン独立戦争期ジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回は北京に大軍で攻め込んでこれを陥落させることに成功しています。一方連邦軍の方もモビルスーツ、ガンキャノン、ガンタンク、これを戦線に投入してきていますので、もうモビルスーツの量産は目の前まで来ていると考えて良さそうです。我々もモビルスーツの開発を急ぎたいので、この後はグフとドムへとどんどん開発を進めていきたいというふうに思っています。では今回の作戦目標なんですけども、今回はハワイ、ここを攻略したいと思っています。ハワイ攻略に使う軍団なんですけども、まずですねドズルの部隊、これを潜水艦隊に仕立て直しています。さらにアッガイとゴックも入れている水中戦ができる部隊になっています。援軍要員としては前回北京を攻略してもらった有利の部隊ですね、まあ、ちょっと連戦が続いているんですけども、ここもですねマッドアングラーを配備してハワイ攻略に耐えられる戦力に変えています。ではこの2部隊をね今回導入していきたいというふうに思いますので、早速ハワイ攻略作戦を発動していきたいと思います。我が軍はこれよりハワイ攻略作戦を開始する。太平洋の中心に位置するハワイの制圧は地球侵攻作戦を進めていく上で大きな助けとなるはずだ。諸君らの一層の努力を期待する。ハワイ攻略作戦です。進行ルートを表示します。進行ルートについてはドズル、ユーリをそれぞれキャリフォルニアと北京から向かわせます。ではまずドズルの部隊を先行させます。ハワイに先行させて後続を待ちたいと思います。兄貴、やはりサイドセブンの研究施設は V 作戦に関係があったようだ。すでに俺の命令でシャアを向かわせたが間に合わんかもしれん。シャアの報告を待っていてくれ。前回北京の攻略戦中にサイドセブンで V 作戦ともしき情報をキャッチしてシャアとその配下を向かわせるかという選択肢に対してノーを選択したんですけども、ドズルがねここは独断でシャアを向かわせたという報告になっています。まあ、ただこれでシャアやその部下が死ぬことはありませんので、このまま見守りましょう。続いてようやくグフ、これの開発ができますね。プロトタイプグフが開発完了してグフ、まあ、いわゆる A 型と呼ばれるものだと思いますが、このグフ A 型の開発を始めていきましょう。ハワイに部隊が到着しました。では先行させていたドズルの部隊が先にハワイに到着してますので、攻略作戦始めていきましょう。でこの後後続でやってくる有利の部隊もねありますので、まずはあまり無理せずに進んでいきましょう。攻略戦を開始します。水中で戦えるのも案外とごっく配備はしてあるものの、数は決して多くないので、まずはね陸地一つでも確保してそこで敵を迎え撃ちましょう。結構多いな。パッと見敵の数が多い状態ですね。まあ、上陸地点をどこにするかというのはありますけども、まあ、無難にこの辺りに上陸させてここで敵の航空隊を迎え撃つっていう作戦でいきましょうか。航空隊の数かなり多いので、無難にこの辺り部隊を展開します。目論見通り敵航空隊が先行して迫ってきていますので、上陸してまずは敵の航空隊を叩きましょう。ガンダムらしき機影も見えますので無理はせずに行きます。
あのガンダムに対してはせっかくなんでね、ゴッグやアガイをぶつけて水中で仕留めたいですよね。なんとかそれを目論んでいきましょう。陸に上がられると厄介なので、陸に上がられる前にちょっとまずは人当たりかけてみましょうか。ガンダム相手にアガイがどこまで、通用するのかというのも込みでちょっと攻撃を仕掛けてみます。案外はね、結構索敵能力も高かったりするので、使い勝手が思ったよりいいですね。ではまずこれガンダムだと思いますけども、ガンダムに案外で攻撃を仕掛けてみます。ガンダムは水中適性三角だったと思うので、案外だったらね、水中だったらそれなりに戦えるんじゃないかなと思います。陸に上げずに撃破してしまいたいですよね、せっかくなら。よし、ガンダム撃破できました。やっぱり水中で仕留めるのが一番ですね。ではここから上陸していきます。ゴックがすでに上陸しましたので、敵のガンタンクがまだ残っていると思いますけども、ガンタンク、あとガンキャノンもいますね。陸上部隊を撃破して回りましょう。ドズル様より緊急連絡です。回線を回します。ハワイの攻略戦継続中ですが、ここでイベントの進行がありますので、その内容確認していきます。シャアが V 作戦を捕まえた。シャアの報告を聞いてくれ。は、報告いたします。我々調査部隊はサイドセブンにおいて連邦の V 作戦、すなわちモビルスーツの開発、それに伴う新造戦艦を同時にキャッチしたのであります。部下が持ち帰った映像があります。情報収集に向かったザクがサイドセブン内で交戦になりました。連邦のモビルスーツは信じがたい能力を持っているようです。また推測ですが、ザクが破壊したパーツから連邦のモビルスーツは3タイプ以上存在すると思われます。兄貴、見ての通りだ。シャアほどの男が連邦のたった一機のモビルスーツのためにザクを2機も失った。 V 作戦をこのまま放っておくわけにはいくまい。補給部隊を派遣して調査を続行させよう。はい、ここで補給部隊派遣するとガデムが死んでしまいますので、ここもノー。あくまでもパイロットの、ね、生存を優先したいと思います。いかに赤い彗星でも補給なしで戦えるとは思い、それでもやれという。仕方がありません。やってみます。敵の心臓戦艦はルナ2に向かっています。到着する前に何とかしてみせます。閣下、サイドセブンへの部隊派遣が遅れたため、多数の試作モビルスーツが敵心臓戦艦に回収されたようです。これらの兵器がルナ2に到着すれば、我が軍にとって大きな脅威になることが予想されます。ではハワイ攻略戦の続きです。まだ有利の部隊到着してませんが、できるだけ進行はしておきたいと思います。ガンタンク、ガンキャノンの数がそもそもだいぶ増えてはきているように見えますね。では案外も思い切って上陸させていきましょう。案外なんで格闘はあまり期待できないんですが、それでもガンタンク相手だったらどこまで通じるかっていうのをね、ちょっとここで見極めておきます。ドズルの舞台だけでやっぱりこのハワイ攻略するのは難しそうですが、それでもこの後有利の舞台が合流してくれれば十分に攻略できそうですね。で、この後なんですけども、ハワイの攻略戦今まさに
継続中という中ではありますが、キリマンジャロの攻略作戦をね同時に実行して、キシリアの部隊とあとはコンスコンの部隊をですねキリマンジャロに降下させたいというふうに思っていますので、この後は2つの作戦を同時に進行させていこうかなというふうに思います。ほぼほぼハワイの本島の方も制圧完了してますね。まあ、残念ながらこのターンでの攻略完了とはいかなそうですけども、次のターンで確実に有利の部隊も合流して、ここのね制圧が完了できるんじゃないかなという情勢まで持ってきました。案外が思ったより本当に強かったっていうのと、あと案外確認してないですけども、対空の性能がいいかもしれないですね。敵の航空機に効果的にダメージ与えてくれたのが案外だったので、そこがねすごく今回機能したのかなと思います。このままハワイ攻略戦は続けます。では宣言通りですね、キリマンジャロの攻略戦、これを発動していきたいと思います。進行ルートはオデッサから陸路、キシリアの部隊を派遣していきましょう。さらにコンスコンも下ろします。これでキリマンジャロを電撃的に取ってしまおうという作戦の内容です。まあ、2正面作戦になるのがどうかというのはもちろんあるんですけどね、ここは攻略の進行速度を上げていきたいので、ハワイとキリマンジャロ同時に進行戦を開始していきます。ではまずキシリアの部隊から動かしましょう。どれくらいターンがかかるかっていうのはね、見極めた上でコンスコンを下ろす必要がありますので、まずはキシリアの部隊を下ろしましょう。移動させましょう。3ターンですね。なので3ターン後に合わせてコンスコンの部隊を大気圏に突入させていきます。ハワイの攻略戦ですが、有利の部隊も到着しました。マッドアングラー隊、これを投入して一気にね決着をつけていきましょう。まあもうこれ以上時間をかける必要もないと思いますので、このハワイが攻略できたら、続いてキリマンジャロも取ってサクサクサクっと攻略作戦をね進めていきたいと思います。これでハワイの攻略が完了できると思います。最後は中川中尉が撃破していきます。私には守るべきものがある。絶対に負けることはできない。ハワイを攻略したことによって、おそらくトリントン基地、オーストラリアへの進軍ルートが確保できるということになると思いますので、まあ、今回事実上有利の部隊は無傷になってますので、この有利の部隊をねトリントン基地に即時派遣してもいいのかなというふうに思います。赤井先生が V 作戦にやられた。 V 作戦の威力は予想以上だ。偵察部隊の報告では大気圏に突入する可能性が高い。地上で捕まえてくれ。これからシャアの部隊はこれ以上戦うことはできそうもない。任務を中止させ帰還させる。はい、イベントの方も進んできましたね。タイドセブンで回収した多数の試作モビルスーツがレナ2に収容されたようです。今後これらのモビルスーツが各地に配備される可能性があります。注意してください。さあ敵の方、連邦軍もモビルスーツ、まあ、ガンダムまで出てきている状況ですが、我々の方もグフの開発が完了しました。まあ、急いでこの後はドームまで進めていきたいと思います。では今回は北京の攻略完了してますので、次回はですねすでに攻略作戦発動済みのキリマンジャロ、ここの攻略とあとトリントン基地の攻略もね視野に入れて進めていきたいというふうに思います。皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。